高木です。本日やっていきたいのが恒例企画、都市伝説心霊コーナー。今回紹介したいのが、リアルで実際に映ったから怖いなっていうので、テレビに映ってしまった怖い映像を見ていきたいと思います。まあテレビ、言うたら毎日24時間365日、どの局でも放送されてるじゃないですか。そんな地上波のテレビで映ってはいけないものが映ってしまった。放送事故みたいなもんやんね。言ってしまえば。そういうものがね、実際に映った番組がいくつかあるので、紹介していきたいと思います。ということで早速そちら、紹介していきたいと思います。やっていきましょう。高いしょ、それではテレビに映り込んだ奇妙な画像、まず1つ目 NHK 連続テレビ小説「ちゅらさん」。こちらのちゅらさんは2001年度、上半期に放送された NHK 連続テレビ小説シリーズのテレビドラマなんですよね。奇妙なものが映り込んだと話題になっているのが、この画像でございます。はい。これですね。これ8時25分っていうのがもうリアルやもんな。わかる？なんかこちらなんですけど、言うたら、ぼやーっと映ってるやんか。幽霊とも撮れるような。でもなんか、わからんけど、こうやってるよな。ちょっとぶりっこポーズみたいな。幽霊、映り込む時まで。切れたいの漏れたいのこちら話題になっていた幽霊なんですけども、国中涼子さんが喋っている後ろで顎に手を当てているような形で映っている少女と思わしきもの。この時現場には子役や少女などはおらず、真偽のほどは定かではないんですけども、共演者の菅野美穂の顔が、ガラス窓にぼやけて映ってしまったものではないかという説もあるんですよね。確かに大人に見えるっちゃ見えるけど、よう見たら確かに菅野美穂っぽいような気もするな。でもなんか女の子のような気もするから、真相は闇の中って感じですよね。でもこれが例えば菅野美穂さんでも放送事故やもんね。確かに映ってはいけないシーンやからさ。確かに確かに。続きまして、背後から覗く不気味な顔。こちら、田舎に泊まろうという番組で、漫画家の恵比寿さんじゃないですか。が、ゾーッとするような田舎に連れて行って、ということで、有名な恐山という、心霊スポットみたいな場所かなまで行って、家で泊めてもらうことになりましたと。そのお宅は一人暮らしのおばあさんが住んでいるということだったのですが、番組中にとんでもない映像が映ってしまいます。ということで画像なんですけど、こちらです。これやばない？マジで。めっちゃ怖いのがさ、右上にさ、一人暮らしお母ちゃん宅に民泊って書いてるんよ。だから確実にこれは映ってはいけないものなのよ。めちゃめちゃ怖いな。あれなんで言わなくてもな。いや、そうやねんな。その子引き出しとか言って。いやまずい状況やから。本人的には。噂では、スタッフさんがもしかしたら映り込んだかもっていう噂もあるねんけど、人間の顔やねんけど、なんか人間的ではない、なんか正気がないような感じにも受け取れるような。じゃあ続いていきたいと思います。続いての画像は、選挙演説中に背後から手が。バラエティ番組でもなく、ドラマでもない、もうガチガチの、選挙の演説中に、実際に映ってしまった。だからこういうのやらせではないよね。それではその画像がこちらです。角度的にありえへんのよな。おかしくない？だってこれ。こちらの写真は2016年の7月10日に撮影されたものです。当時は民進党代表代行だった蓮舫さんが、参議院選挙の応援演説を行っている様子を撮影したものです。これはね、位置的にそばに誰かの手だったというのは考えにくいんですが、かなりはっきり映っているのが、不気味にも思うし、逆にここまで綺麗に映ってしまうって、なんやろうね。もうちょっと霊的なものだったらぼやーっと映ってるとかさ、手大きいな。こんな存在感ある手やる？大男やん、多分これ。プロレスラーみたいな手してんな。続きまして、4つ目。検索してはいけないご機嫌ようの女性の霊。こちら例と言っていいのか何なのかわかんないですけど、言うたらその前回も僕のたきやきの動画で、絶対に検索してはいけない、その画像ってその動画で、こちらの画像を1回紹介したことがあるんですけど、実際の画像がこちらです。これサムネでもしたからなんか既視感あるというか、見たことあるなっていう人もいると思うんですけども。でもこれ何もか取り上げたかっていうと、こちら、以前は画像だけの紹介やってんけど、今回はなんでこれが映ってしまったのか、そして何の番組だったのかっていうところを細かい説明していきたいと思います。はい、こちら、笑っていいと思うの後の番組で、ごきげんようという番組なんですけど、こちらもかなり人気があったみたいなんですよね。で、とある回にですね、観客席にちょっと怖い感じの女性が映っていたと話題になっていたみたいです。一説によるとこの女性はごきげんようの常連らしく、他の日の画像にも映ってっているようで、まあ、偶然変な角度の写真を撮られてしまったのかとも言われてるんですよね。まあ、偶然。まあ、いけんことも、あ、こいつだな。まあでも確かに首をちょっと鳴らそうと思ったら。いや。これが？うわぁ。やめて。なんで？いや、もうあかん、無理。その、やめてそれでは続いて、フリップの下から覗く顔。こちらですね、情報番組、情報ライブミヤネ屋ですね。まあこれは、まあ僕も見ていましたね、学生の時とか。結構昔からやってる番組やね。まあそこで、心霊現象が起きたことで、話題になったみたいです。そちらの写真がこちらですね。これ僕聞いてないねんけどな。これ僕まだ見てないよな。どの部分？探すわ。なんなんやろ？ちょっと待ってな、探すわ。マジで霊的なもん？怖って感じ？怖って。マジ、うん、ちょっと待ってな。なんやろ？ん？ん？わかんないマジで。フリップの下へ。怖いな、なんか。ああ！子供が覗いてるみたいな。嫌やな、この瞬間。この瞬間嫌やったな。怖っ。こちらのシーンは2014年7月9日に放送されたもので、フリップを使いながら解説してるシーンで、読売テレビの広報部によると、このシーンについて問い合わせが何件も来ていて、誤ってスタッフが映り込んだと謝罪しているらしい。まあ番組中とかね、誤ってスタッフが映り込んじゃうって結構、まああると思うねんけど、まあこの写真は結構だいぶ不気味な感じですね。続いて紹介したいのが、こちら最後ですね。陽子の話は信じるな。まあ、こちらはですね、今でも語り継がれている伝説の放送事故とも言われてるんですよね。まあ、こちら、追跡真実の行方という番組なんですけども、未解決事件や行方不明の事件を取り上げる番組でございます。まあ、今回はその番組で話題になった陽子の話は信じるななんですけども、まずは画像を見てもらいましょうか。こちらでございます。まあこちら、もう普通のこう和室みたいなところに座ってますよね。で、その後ろに、もうくっきりと、陽子の話は信じるな。これが映ってたよね。これ霊的じゃない、なんか人間的な怖さやんか。今までのとはまたちょっと違うジャンルというか、まあ、こちら番組内で映ったメモなんですよね。まあ、行方不明の家族インタビューの画面に映り込んだ、まあ、不可解なものなんですけども、まあ、行方不明になった方は、当時27歳の主婦、まゆみさんなんですよね。まあ、陽子というのは、まゆみさんのお姉さんの名前なんよ。そして、父親のインタビューの前に、妹のまゆみさんのことを語る陽子さんのインタビューが流されていたんですよね。陽子さんもテレビにちゃんと映ってたんよ。だから視聴者の間では、たちまちこのメモが話題となって、後ろにあって陽子の話は信じるなっていうメモは一体何だったのか、どんな意味だったのか、と、話題になっているみたいなんですよね。だって怖くない？行方不明になってる方のお姉さんの話は信じるなっていう。だからさ、その行方不明になったっていうこと自体がさ、何か事件性とも取れるような感じやんか。今ネットでさ、陽子の話は信じるなーで調べたらさ、陽子の話は信じるな T シャツっていうの陽子の話は信じるなバッグもあるやん。そう。でも金儲けするやつはおるな。こちらを貼ったのは、母親ではないかという考察も出てるんですよ。まあ、インタビューを受けていた陽子さん、まあ、実際にね、陽子さんもインタビューを受けてたってさっき言ったやんか、まあ、その後ろで母親らしき高齢の女性が映っております。まあ、母親は行方不明になっているまゆみさんを可愛がっていたみたいなね、すごく。その母親もインタビューに受けており、まあ、ただただまゆみさんは可愛かったとだけ答えているみたいな。で、その母親が陽子さんのインタビューを受けている時に背後でメモを貼り付けているような行動をしていたと言われてるよね。まあ、だからずっと貼ってたわけじゃない。テレビ側に何かを訴えたかったっていう。そのために、陽子が受けている時に様子を伺いつつ、ペタって貼って、で、また別のお父さんがインタビューを受けてる時に映るように仕向けたんではないか。と言われてるよね。はい、てな感じで、まあ以上、計6個の不可解な不気味な、放送中に実際に起こってしまった放送事故みたいなものやね、を紹介していきました。いやーなんか霊的なものから人間的な怖さのものまで、ちょっといろいろな種類の、まあ、放送事故の画像がありましたけども、まあ、これから先竹焼の動画でもまたこういうの映るかもしれないな、もしかしたらな。まあテレビだけではなくてね、YouTube でもそういうのも今後映っていくと思うんで、まあもしよかったら皆さんコメントしてください。はい、ということで、今回は放送中に映ってしまった奇妙な動画画像6選でございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。OK かな。お疲れ。どうしたの？動画くれる？OK。もう動画撮り終わったわ。行こう。お疲れ様。